はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが322日目ですね。はい、今回はですね、現在2020年10月25日の、22時12分なんですけども、ドリームキャラバンですね、あと1日と16時間あるんですけども、まあ、進行状況といいますか途中経過ですね、ちょっと見てもらおうかなと思うんですけども、一応名産品12周目コンプリートまで残り3ということで、まあ、もうすぐ13周目入るんですけども、もう10周目終わって S ラン契約書を取ってます。はい、まあ、この S ラン契約書はねシリーズ2完全移行後に、開封したいなと思ってますんで、今回は開封はしません。はい、まあ、もうすぐ12周目のコンプリートまで残り3個ということで、ここまで使ったエナジーがね80エナジー使ってます。はい、で、まあ、初期キャラバンメダルが現在7230枚ということで、前回かな、12球団編の前々回の動画で、メダル5700枚、回したんですけども、まだこの1等の S ラン確率 30% 客勝まだ1枚も出てませんのでね、今回こそちょっと、まあ、7230枚ありますんで、1枚ぐらいは出てほしいなと思ってます。はい、まあ、もし出てもね S ラン確率 30% 客勝もこれもあのシリーズ2完全移行後に、開封したいなと思いますんで、開封はしません。はい、まあ、2等のね A ラン客勝前回1枚出てるんですけども、2等の A ラン客勝が出れば、開封はしたいなと思ってます。はい、それでは、正直キャラバンメダル7230枚、回していこうかなと思います。この右のね4等以上1つ確定10回引くの方でやりたいなと思います。1等 S3 確率 30% 契約書ぜひ来てほしいなと思います。じゃあいきます。お、いきなりいいよ。あ、ヴィラン客書とエナジー1つ、さあちょっと来てほしい、早めにエナジー2つ、早めに来てほしいっすね。エナジー2つ、厳しいか。エナジー2つ、厳しいな。エナジー3つ、なかなかけへん。エナジー2つ、おお、こいこい。あー、ヴィラン客車2枚、厳しいな。エナジー2つ、いやー、ないかも。おお、来た来た、こい。あー、ヴィラン客車とエナジー2つ、厳しい。ちょっと早めに来てほしかったんやけど。あー、ヴィラン客車とエナジー1つ、お、こい。あ、来た。おー、エラン客車、これは開封します。エラン客車1枚とエナジー1つ、さあそろそろちょっと S ラン確率 30% 客車来てほしい、こい。エナジー2つ、エナジー4つ、厳しいな。エナジー2つ、エナジー1つ、やばい、ないか。エナジー2つ来てくれ。エナジー1つ、1枚ぐらい、B ラン客ちょっとエナジー2つ、1枚出てくる。お、来た、来い来い、よし来た、よし。はい、1枚出ましたね。 S ラン確率 30% 客ちょっとエナジー1つ、はい、やっと1枚出ました。それではリセットします。やっと1枚出ましたね。さあ2回目、2枚目はすぐ来てほしい、来い。エナジー1つ、まあちょっと1枚出たんで、おお、来た、お、来たんじゃん。 A ランク客書、これも開封します。 A ランク客書2枚目ですね、今日。はい、2枚目です。エナジーが3つですね。はい、早めに S ランク確率30も来い。エナジー3つ、おお、ヴィラン客車1枚、最後。あー、ヴィラン客車とエナジー3つ、はい、まあ、最後こっち行きましょうか。はい、一応今回、7000何歩で7000枚ぐらいでね、1等が1枚と2等2枚出ましたね。まあいいかなと思います。はい、それでは A ラン客車2枚出ましたんで、それ開封したいなと思います。はい、43エナジー買ってきました。はい、これは嬉しい。さあ、まあ、A ラン客車2枚出たんでよかったかなと思います。とりあえずね、この S ラン確率 30% 客車1枚出ましたんで、ちょっとホッとしてます。はい、それでは A ラン客車2枚いきますね、開封します。あ、これですね。はい、まあ、このアカウントね12球団編ということですけども、ソフトバンク純正組んでまして、12球団で選手を集めていってるんですけども、限界突破できる選手ですね。まあ
まあ、山本由伸選手とか菅野選手、千賀選手、グラシアル選手、山田選手とか来てほしいなと思ってます。それでは A ランク役所2枚お願いします。現状続ける選手来い。さあ限界突破できる選手来てくれると嬉しいんですけど、さあ誰、おーい来た、よっしゃこれはでかい。これで山田選手は極みになります。卒4やったんで、ね、うわめっちゃ嬉しい。いきなりビッグネーム来ましたね。はい、いやめっちゃ嬉しい。はい、それではもう1枚限界突破できる選手、もう1枚来い来い。木浪選手シリーズ2、木浪選手はちょっとね S ランク持ってませんので、ちょっと残念ですけども、いやでも山田哲人選手来ましたんで、これは嬉しい。これは儲けもん、ありがとうございます。これ嬉しい。はい、まあ、今回こんな感じですね。まあ、ドリームキャラバンね、まだ1日と16時間ですかありますんで、もうちょっと走って、S ランク確率 30% 記録者ね、あと1枚ぐらいは欲しいなと思ってますんで、ぜひ、ちょっと取りに行きたいなと思ってます。まあ、今回、A ランク役所2枚と、S ランク確率 30% 1枚出まして、A ランク役所2枚開封して、山田哲選手来てくれましたんで、これは非常に嬉しいなと思ってます。よかったです。はい。今回こんな感じです。また動画あげますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編でした。